インドラ・バルマン一世は、チャンパ王国第五王朝の第三代国王。東海王では、元と記される、サキヤ・バルマンの弟、兄王の死後、王位を継承した。当時の東和主が起こした、京原の平変の余波によって、南方を帰り見る余裕がなく、その感激をついて、安南と五府の管轄する、関州、アイスに侵攻した。当時のチェンラは、リクと、 水神動に分裂していたが、これに乗じて、神乱にも侵攻するなど、盛んに外政を行った。787年、ジャワの海からやってきた族によって、王とビーラプラの西方にあったバドラディパティシュバラの寺院を破壊されて、宝物を奪われ、その地にいた戦士や土偽は、皆殺戮された。793年10月には、第四王朝のルドラバルマンに生意。 以来43年ぶりとなる党への兆候を行って、採牛を剣じている。799年、インドラ・バルマン一世は三つのカランを新たに、建造して、バドラディパティシュバラの寺院を再建し、インドラ・バドレーシュバラ、シャンカラ、ナーラーヤナを祀った。インドラ・バルマン一世の死後、王位は、妹向子のハリバルマン一世が継承した。ありがとうございます。